なんですかこれ、すごい珍しいでしょ。珍しいですね。いやちょっとケツに火がつきました。デスマッチ的な要素と、もう本当に本能の部分のこのミックス。ニュージャパンワールドナウということで、本日のゲストは棚橋ひろし選手と、はい、なんと葛西純選手に来ていただきました。いやすごいね。なんですかこれ、すごい。これ絵面珍しいでしょ。珍しいですね。いやゲームとかなんかアイコラとかそういうのもないんですか。はい、いやでも本当に今日も本当に2日間でね、はい、葛西選手のこのレスラー人となり、なんかこういろいろ感じましたね。感じましたね。カリスマでしたね。修羅場をくぐってきた、生きてきたっていう説得力の、うん、言葉の強さみたいなのを本当にこう感じましたね。もう生き様ですよね。本当文字通りそうですね、うん、はい、ということでですね、まあ、昨日今日と、ストロングの大会後楽園にあったんですが、はい、メインイベントもちろんその1日目、葛西選手もメイン締められました、はい、そして、今日はゲスト解説に来ていただいたということで、モックスリー選手対デスプラード選手の戦い、うん、あれは率直にご覧になってどう感じましたか。いやまあ俺っちはねデスペの勝利を信じて疑わなかったけど、はい、いやでもね本当壮絶な試合 で、はい、でデスマッチとしてのクオリティも高かったんで、うん、まあ、デスマッチの専門家からしてみれば、はい、うかうかしてらんねえなと。なるほど。ちょっとケツに火がつきました。デスプラード選手のことをデスペラード選手のデスマッチのドリームというような、はいはいはい、それがあのデスマッチの猛者のモクシリ選手とはそこまでやったのはすごいと。すごい、はい、天性のセンスがあるっていうことをおっしゃってました、うん、デスマッチに、まあ、天性のセンスもあるし、あと愛だよ。いやリスペクトがあるというかね、はい、あの本当硬い選手の言葉で、まだデスマッチ先生なんだよ、でもそれでも今までやったんだよっていうところでね、すごいなんか感じましたね、そういう説得力をね。感じましたよね。で、ああいういろんなものが出てきましたけども、最後の最後はなんか肉体を狂気とするじゃないですけど、うん、技と技のぶつけ合いだったっていう、そのデスマッチ的な要素と肉体、もう本当に本能の部分のこのミックスっていうか、そういうのを感じましたね。感じましたね、うん、そしてなぜか感動を覚えてしまうという、はい、やっぱりね、デスマッチといえどもアイテムに食われてないんで、はい、最後はやっぱりプロレスの決着がついてるんで、そこですよ、勝つための手段なんですよね。はいはいはい、うん、そして生きて帰るまでがデスマッチで、はい、いや深かったですね。そして今回ストロングということで、棚橋さん、はい、やっぱストロングといえば最初から解説されてたんですね。立ち上げから解説させていただいて、はい、またね、こう一つね、コフラゲンホールで日本のファンにも楽しんでもらうっていうね、なんかこう一つのね、こうストロングのね、このここまで来たっていうのを感じましたね、はい、うん、どうですか、やっぱりこの LA 道場勢とか、はい、そして本当アメリカを拠点にして日本に来れないというような選手も多かった中で、はい、そういったものがこういう一つの形ができたっていう、はい、ここからまたやっぱ始まっていくんですよね。そうですね、まず今日一つこうストロングのね、このここまで来ましたけど、また新たなスタートにして、会場規模であったり、はい、メンツであったりね、そういったところもね、どんどんバージョンアップしてないね、したいなって。今回ね、来れなかった選手もね、かなりいるんでね、はい、そういったものがあると、もしかしたらその場所にまたまた、はい、デスペラードが全部用意してくれますよね。リスペクトがありますから、本当何が起こるかわからないストロングということで、はい、今後期待したいと思います。次の新日本プロレスは G1 クライマックスが15日から始まるということで、はい、そちらの方もですね、皆さん楽しみにしていただいて、今日はなんといってもちょっとこの特別な葛西純さん、視聴者の方にメッセージがあればですね、はい、ぜひ最後、締めていただきたいと。葛西さんの締めを見たいな。そうか、ニュージャパン、ストロングで化学反応が起きて超刺激が生まれました。これからもっともっとプロレス界は明るくなっていきますんで、乞うご期待ください。すごいコラボだな、しかしね、撮っておいてください、この絵面撮っておいてください。爽やかな、爽やか、爽やかは僕が担当します。